日本ではあと1試合ですね、来年に準備しようと思っています。4月で40歳になるし、やっぱり自分でも転機だと思うんで、教えてるうちの所属の選手たちが強くなってきてること、まあ、自分の子供が今空手もやってて、まあ、全国大会で上位になったりしてることも含めて、やっぱなんか教えていくことがもう自分もともと得意だし、自分で城も持ったんだから、本当転機としてやっていかなきゃいけないかなって、若い子の挑戦を受けてあげたいっていう気持ちもあるけど、もう自分はそこじゃないんだなっていうのは多少感じていますね。これ選手で50歳もやれるわけがないんで、フィギュアを間違ってる人選手っていっぱいいると思うんで、まだね40したらもう40年いけなきゃいけない、そのもう40年でいかに稼がなきゃいけないか、今の稼いできた倍3倍4倍5倍いや100倍ぐらい稼がなきゃなっていうのもあるんで、もう10歳若かったら UFC にチャレンジしたかった、その気持ちはあります。でもまあ年齢も考えたら自分の稼ぐ道って違うと思うんで、実際の練習やってても強くて、で自分らの意見もすごい聞いて取り入れてくれるんで、いい関係でいい存在ですね。とにかくまあ強いし、まあただ本当自信もすげえある人なんで、次元が違いますね僕と。はい。なんで K クランって、これ K ってまあ葛飾、亀有、まあ和則の K でもあるんですけど、これからクランって仲間、一家、そういう家族みたいな意味があるんで、これ増やしていけたらな。もう俺が預かったっていうのと一緒ですから、まあ、人生をもうね俺に預けてくれたと自分はそこまでちゃんと理解して預かってるつもりなんで、ただ単にじゃあ選手辞めたからじゃあバイバイじゃないです。もうついてきてくれたからにはもう最後までちゃんと面倒見てあげなきゃなっていう。子供でもおかしくないぐらいだけど、まあまあまあ勝ちますよ。日本じゃ負けられないです。年を取ったうまい戦い方で、いつもなら判定と言いたいけど、まあしっかり決めに行こうかなと、まあ、無理はせずにちゃんと取れるところはしっかり取りに行きたいなと思いますね。日本では15連勝中なのでまだ連勝、日本での連勝だけは伸ばしていきたいなと、あと2試合頑張りたいなと思います。